白い巨人に本物の巨人入ったらどうなる？数年前、社会現象となったこのアニメ。進撃の巨人。圧倒的な力を持つ巨人と、それに抗う人間たちの戦いを描いたダークファンタジーは、2009年から始まり、約10年に及んだ連載は今年ついに完結した。年明けには完結までのアニメ放送が予定されており、さらなるブームを生むことは間違いないだろう。ということで、その人気にあやかりたい我々は、FIFA22 を使い、進撃の巨人コラボ企画を思いついた。舞台はスペイン、ラリーガ。サッカー界の白い巨人、レアルマドリードに所属し戦わせることに、我々で作成した巨人イレブンがこちら。ゴールキーパー、獣の巨人。高いハンドリングの能力は原作通り。スローからのカウンターが武器になるであろう。左サイドバック、車力の巨人。原作では巨人化の持続力が長いキャラとして活躍した。圧倒的なスタミナでピッチを縦横無尽に駆け回る。センターバック、鎧の巨人、ライナーブラウン。体一つで壁を突き破ったフィジカルで相手フォワードを突き飛ばす。センターバック、アルミン・アルレルト。身長163センチ。小柄でフィジカルは強くないものの、圧倒的な頭脳でチームを牽引する。ジャンプが高いのにはある秘密が。詳しくは原作へ。右サイドバック、アギトの巨人。巨人界トップクラスのスピードでいかなる人間も置いてけぼり。ボランチ、女型の巨人、アニ・レオンハート。オールマイティな戦闘能力でチームの要となる。ボランチ、ミカサ・アッカーマン。これぞ人類最強の女。攻守ともに並外れた能力で相手を駆逐する。トップ下、エレン・イエーガー。複数の巨人の力を持つチームの司令塔。3つの巨人の能力でピッチ上の全てをコントロールする。右ウィング、リヴァイ・アッカーマン。進撃の巨人版メッシュと呼ばれ、小柄な体からは考えられない戦闘能力で付けられた異名は人類最強兵器。ストライカー、超大型巨人、ベルトルト・フーバー。巨人といえばこいつを思い浮かべるのではないか。全長60メートルと圧倒的な大きさで相手ゴールを脅かす。右ウィング、飛行手。進撃といったらこの巨人を忘れてはいけない。進撃を世に広めた火付け役といっても過言ではない。なお、ベンチには飛行手1から7の飛行スターズが揃う。ということで検証スタート。まずはアラベスとの開幕戦を見守ることに。システムの都合上、2メートル以上の巨人は作ることができなかったが、実際なら平均身長約12メートルの文字通り巨人イレブンが入場。なぜかこのチームで後列を選んだアルミンへのツッコミは置いといて。キックオフ。前半4分、163センチのアルミンがストロングポイントのジャンプで明らかなミスマッチを競り勝ち、ボールを奪うと、ミカサを中心にそのままボールを運び、飛行手のクロスから最後はミカサのヘディングゴール。原作ではありえないホットラインだが、立体起動装置を使いこなしたミカサのゴールで早くも先制点を挙げる。これで勢いに乗った巨人イレブンは、続く19分にも持ち前の高さとフィジカルを生かし、最後はミカサのゴール。24分にはエレンの芸術シュートも、これはキーパー片手でなんとかセーブ。コーナーを得たレアルはアルミンの正確なボールからエレン、これは枠を外れる。さらに1点を奪い、迎えた前半終了間際、あのキャラに出番が。飛行手だ。原作さながらの肝走りで会場を沸かせる。後半66分にはリヴァイの正確なクロスからゴール前のエレンへ。ゴール後指を噛み巨人化を図るも失敗。このゴールで試合を決め、開幕戦4対2と好調な滑り出しとなった巨人イレブン。試合後のデータではヘディングでのゴールが2本、空中戦勝利数が10本と人類に巨人の力を見せつける結果となった。第3節、レアルベティスは本物の巨人の加入で居場所がなくなった元白い巨人が中心となっている。あれ？巨人？試合は36分、元白い巨人にボールを回され、イスコが抜け出しシュート。これはなんとかバーに救われるも、雲行きが怪しい展開に。後半60分には超大型巨人が人間に削られ仕事をさせてもらえず、後日カゼミーロに少佐兵団入団のオファーをすることに。このフリーキックを蹴るのはもちろんエレン。完全に巨人のゴールと間違えている。その後も高さを生かしたサッカーを見せ、迎えた76分、リヴァイのクロスにベルトルト。弾丸ボレーでキーパーを風圧で吹き飛ばす。しかしその後2点を失い試合終了。巨人イレブン、元白い巨人に完敗。シーズン中盤の CL 予選は最終節を残し、まさかの最下位。崖っぷちの白い巨人は予選突破できるのか。試合は12分、ベルトルトの強引なプレーでゴールを奪うと、21分にはリヴァイのゴール、34分にはミカサのゴールで3対0と快勝。
果たして予選を突破することはできたのか。インテルが勝利したおかげで巨人イレブンが2位に上がり、なんとか予選突破ということで、シーズン終盤までスキップすることに。結果5位。そこそこ戦えていたが、白い巨人としては物足りない結果、元白い巨人が集まるレアルベティスは2位に食い込み健在の模様。得点ランキングはエレンが16ゴールで11位。チャンピオンズリーグは決勝まで進み、準決勝で6対1とノリに乗っているシティとの対戦。しかし試合は延長戦でも決着つかず PK 戦へ。5番手シティの貴公子が外し優勝。彼の動きは来シーズンの獲得候補。進撃の巨人イレブンがサッカー界に激震をもたらしシーズン終了。ということで検証結果、ベンゼマ、スターリング、来季は巨人イレブンででした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。